止まりなさい。地上までついてきたの？すごい情熱だね。そして今度は人間トライアングルじゃなくてニケトライアングルみたいだね。量産型を連れてきたってことは。ニケマリアンに対しラプチャーとの内通に加え、ニケに暴力を振るった疑いが追加されました。中央政府はこれを深刻な犯罪と判断し、ニケマリアンの緊急連行を命じました。任務を遂行しニケマリアンを確保する過程で目標人物以外は射殺してもいいとの命令を受けています。最後の勧告です。おとなしくついてきてください。なぜここまでするの？はい？この逮捕劇は理不尽なことだらけだし、あなたもそれは知っているでしょう。中央政府の命令なら何の疑問も持たずにただ従うだけなの。はい、私たちは誇り高きトライアングルですから。何も考えず命令に従えば誇りが生まれるようね。楽だこと。あなた、ねえブリバティ、相手にしないで、やるべきことをやるわよ。ブリバティは口喧嘩が弱いです。話し合ったって負けるだけです。ラピ、殺したくないんです。降伏してください。マリアンさえ渡してくれれば何も起きませんから。それは私が決めることではないわ。指揮官、じゃあ説得してください。それは当然中央政府の保護の下で。まず体を開けるでしょう。アドニア、余計なこと言わないで。ラプチャーと融合したのに再びニケに戻ったマリアンのようなケースはこれまで人類の歴史上一度もなかったレアケースです。簡単な検査で分かったことは、身体のスペックはすでにニケを超越、内部には現在アークの技術力では一段階のファイアウォールも突破できないブラックボックスが4つもあります。マリアンを開けるのは当然な手順でしょうね。あなたね、それだけでは終わらないと思います。部品の一つ一つ、構成物質の一つ一つまで全部調べるでしょう。大勢の人が確信していました。マリアンによってアークの技術力が100年は進歩すると、それだけ重要な人だということです。そこまでよ。それ以上言わないで。喋りすぎたみたいですね。すみません。でも指揮官に嘘はつきたくありませんでした。それは私も同じ気持ちですけど。それでどうするの？ええ、そう言うと思ったわ。グリバティ、全員戦闘準備。現時点より攻勢に入ります。さらに実弾の使用を許可します。目標のマリアンを確保することを優先してください。彼女以外は射殺しても構いません。ラジャー、はい。エンカウンター、全員武器を下ろして待機してください。シフティ、繰り返します。全員武器を下ろして待機してください。拒否します。この作戦は副司令官直属の命令。私から話そう。アンダーソン副司令官様。副司令官直々の命令だと言ったか。そうですが。バーニンガムの命令ならたった今取り消された。だから皆アークへ撤退するよう。申し訳ありませんが、アンダーソン副司令官様、副司令官様は
特殊別動隊を積極的に支援されていると聞いています。その場しのぎの言葉かもしれないと思われます。私が嘘を言っているか。要約すればそうです。ワーニンガム、君から言ってくれるか。みんな撤退するように。聞いたか。どういう状況なのかお聞きしてもよろしいでしょうか。大したことじゃない。友達同士、友情を深めただけだ。そうだな、バーニンガム。そうだ、そうだとも。ああ。ブルボッコにしたようね。最後にもう一度言う。撤退するように。今すぐ。